パクトのあるエピソードを言えないっていうのが悩みでして。いやだってインパクトないんだからしょうがないですよ。だってだからやっぱ合ってないんだと思うんだよな。そのさっきのその番組制作とかも本当合ってないと思うんですよ。何があったの？なんでもそれ以外のことがあるでしょ。自分の望まない道に行ったとしても多分そこでやりがいを見つけて頑張るっていうことができるタイプだっていうふうには考えているので、そっちの方が全然響くと思う。高柳さんのあのキャリア相談っていう形で今就活に悩んでることをお聞きできたらなと思ってます。成田さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあお願いします。はい、あの結構面接をしている中で実際人事の方に本当の高柳さんが見えないみたいな感じに言われたことがありまして、それに対してこうどう考えるかみたいなのがあればお聞きしたいです。多分多くの人そう感じるんじゃないですかね、話してて。だから要は何を返してもそつなく返ってくるんで、それ以上でもそれ以下でもないって言ってしまえばそうだっていう、悪く捉えればそうなるっていうことなんじゃないですか。人事がその面接が限定主義でやってたらそう見えちゃうけど、逆に理路整然とある程度考えることができるっていう特典をこうつけていくような加点主義の場合はポジティブになるっていう、それだけのことなんじゃないかと思いますけどね。言ってしまえば会社との相性っていうことなのかもっていうことと、だからさっきのその何か物を生み出したいって言ってる割には真面目に見えちゃうんだと思うんですよ。で真面目なんですかって聞くと、いや実は内面はこんな感じなんですっていうのがポロッと出てくるみたいなってなっちゃうと、よくわかんないなって思っちゃう人は多いのかもしれない。特にテレビとかマスコミの人から見れば、だからどっちに行きたいのかよくわかんないっていうか、面白いものを生み出す人になりたいんだったら面白い人になってなきゃいけないのに、でも話しててそんなになんか面白さをすごく感じるタイプではないから、ってかすごく綺麗な会話をされる人ってイメージだから、どうありたいのかっていうのはだからちょっと聞いてみたんですけど、でもそれでもまあちょっと抽象的だったんで、世の中に明るさを届けたいみたいな、ポジティブな影響を与えたいみたいなのってどうやるんだろうみたいな。じゃあ例えばアナウンサーさんがやっているようなやり方で元気を届けることなのか、いやなんかもうお笑い番組を作るプロデューサーという立場からそれを届けることなのかって全然違う切り口なんだけど、どっちに行きたいのかってのははっきりしないから、見る人によってはわざわざ撮る必要がないっていう風に思われる。例えば全然普通のもうちょっとなんか普通の会社でその人単体を評価してくださいって言われればさっきみたいに丸になるんですけど、その相対的にじゃあマスコミという中でコンテンツを作るという仕事に将来的に就くという考えた時の物足りなさっていうのは若干あるのかもしれないですね。すごく腑に落ちました。はい、結構自分の中でもその自分で思ってるギャップをどう生かすか、どう押し出していくかみたいなところは結構悩んでいたところでもあって、実際そのダメだったっていう風になった時に何が正解だったかもわからないので、いやだからその正解を当てにいっちゃってるからダメなんじゃないですか。普通に自分の素っていうか本当にいつも考えてることとか話してる内容がボンって出ることの方が価値があるんじゃないですか。でそこの普段考えてることを、まあ、磨いていったり面白くしていったりっていう方も重要だし、それは面接で準備したからって言って出ないですからね。私の言葉が結構こう準備して固められてっていうもののようにも、まあ、分かんないですね。その内容的にはそうなの、うん、そうなのかなっていうのはちょっと思っちゃいますけど、別にそうなのかは自分はあんまり気にしてはいないんですけど。分かりました、ありがとうございます。じゃあそれに付随して、あの面接中で学士化に関しての悩みもあるということで、はい、私自身もいわゆる学生時代になんかこのようなこと頑張ってきたことありますかっていうふうに言われた時に、インパクトのあるエピソードを言えないっていうのが悩みでして、なんかそういった点でこういう工夫がありますみたいなのって。いやだってインパクトないんだからしょうがないですよ。だって やってないんですもんね。だってそれってやってないことを取り繕ったってインパクト出ないから。ちなみにただ普段学生時代頑張ったこととかはあれですよ、学部内での成績が一番とか。そうですね、一応学部の成績優秀者に選ばれたっていうことを言ってはいるんですけど、ね、マスコミに意味あるんですか。だから自分の特性理解だと思うんだよな。なんでちなみにそんな勉強頑張るんですか。まあ、これもよくその自己 PR の時に一緒に言っているんですけれども、その真面目っていうふうに見られることがもうコンプレックス。コンプレックスなの？なのに勉強してるの？でそれをポジティブに変えてみたらどうなるんだろうっていうふうに思った結果、とにかくその勉強に一回集中してみようっていうふうに考えたんですね。ちょっとあれですね、
説明の仕方が下手かもですね、今のは。ちょっとつじつまってないですもんね。だってまだコンプレックス解消してないんですか、それって。いや、その成績優秀者っていう結果出せたことで、あ、それ変わったんです。そうですね、コンプレックスにいうふうに思っていたものがこうちゃんと向き合うことで長所っていうふうに捉えることもできるんだっていうのは。実際今は長所だと思ってるんですか。だとは思っています。だったらそこをもっと言うべきだよね。だから自分が悩んでるんでしょうね。真面目な人と面白い人がいます。面白い人ってのは真面目じゃないねって言われるんですよ。真面目な人は面白くないねって言われるんですよ。で、どっちを取ることはできないわけです。どっちかに振らなきゃいけないんです。その人間の面白さって極論めちゃくちゃ真面目な人も面白いと思うんです、僕。つまり極端であるとか、なんかポジションを取ってるってことが面白さなんで、こういう硬いところもあるんですけど柔らかいところもあるんですって言ってるご飯とかダメなわけですよ。そうじゃなくて、どっちかっていうととんかつうまいですみたいな感じの方がいいわけじゃないですか。そっちの方が人間として面白いわけです。真面目って言ってしまってるんだったらもうそっちに言っちゃった方がいいし、それをなんかもうとことん真面目なんですみたいなね、なんか感じで、でこういうエピソードがあってみたいな、でこういうことやっててもこうなっちゃうし、だから逆に言うともこういう職業とか仕事だったらめちゃくちゃ強いと思いますみたいなって言ってもらった方が面白いってなって思えるわけですよ。で、よく自分の特性を理解してるなって思うし、その特性を理解して、こっち側がしさえすればいい仕事が提供できそうだなって思わせられるから。だからやっぱ合ってないんだと思うんだよな、そのさっきのその番組制作とかも本当合ってないと思うんですよね。だから何が合ってますか。なんでもそれ以外のことが合うでしょ。それ以外大体の仕事は合うんじゃないですか。むしろ大体の仕事合うことをが得意なのに、なんで一番苦手そうなところになんかわざわざ自分から突っ込んでってるんだろうっていう感じですよ、僕からすると。だってですよ、プログラミングとか経理とか営業とか真面目な人であった方が絶対会社としても嬉しいですただ番組制作の人とかを真面目だったらなんか意味がないじゃないですか。唯一真面目じゃなくていいゾーンじゃないですか。モチベーション的な、どこが一番モチベーションとかってありますか。それ社会人として働くことを全うするっていうのがなんか自分の最大のモチベーションになってる気はしていて。でもめちゃくちゃちゃんとした人じゃないですか勤労意欲みたいな。なんか言ってしまえば、私は最終的にはどこに行っても置かれたところで避けるタイプだというふうには考えているんですね。なので、こう仮にいろいろ紆余曲折あって全然自分の望まない道に行ったとしても、多分そこでやりがいを見つけてそこで頑張るっていうことはできるタイプだっていうふうには考えているので、そっちの方が全然響くと思うな、就活。今の切り替えてったら合格率上がるんじゃないですかね。めちゃくちゃ採用したいですもんね。そう、全然なるんじゃないだって何やってもちゃんと頑張れるって。そうそう、でそういうエピソードがふんだんにあるみたいな。だからそつなくいろいろできちゃうタイプだし、人当たりもめっちゃいいんだから、全然大丈夫なんじゃないですかね。もう一つ質問させていただきたいんですけれども、私現在教育系の学部に通っている、はい、で教職課程で履修してるっていうこともあって、就活の悩みとかをあまりこう共有できないとか、深い話で今こういうこと悩んでいてみたいなこととかも話しづらいっていうのがあるんですけれども、もし成田さんそういう環境いらっしゃったらどうされるとか。自分だったらでいいですか。はい、まずそもそも同世代と悩みを共有することはほぼ意味がないと思ってます。親に頼るのはやめた方がいいです。多くの場合、学生だと意外にみんななってくれるんで。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。